こんにちは。月に代わってお仕置きするほど月に対して思い入れはない。こと美少女戦士、キリーンですー。夜空を見上げると、いつでも僕らを優しく照らしてくれる地球唯一の惑星、月。そんな月については、先住民や建造物、月面地震や月の石など、様々な謎や噂が存在しています。今回は、そんな月についての多くの謎を語っていきたいと思います。ルナジャイアント、月の巨人。月面には、全高が推定約 8km のタワー状の構造物や、推定約 14km のキャッスルと言われる建造物が発見されており、これらの巨大建造物は、かつて月面に反映した文明の名残ではないかと考えられています。またこれらの構造物の大きさを考えると、その大きさに見合っただけの巨人が月に存在していた可能性があると考えられています。そして実際にそれを裏付けるかのような画像が Google ムーンで発見されたのです。最初に巨人が発見されたのは2014年7月20日で、全体が黒くやや不鮮明なものの、人型の何かが歩くようなものだったと言われています。さらにこの物体の足元にははっきりと影が映り込んでおり、月面に立っているということまで判明したのです。また地表面との比較から、その体長は170メートル以上あったそうです。このルナジャイアントと呼ばれる謎の存在は、最初の発見から8日後にも発見されており、その場所は最初の発見から 600km も離れていたと言われています。もしこれが同じものであれば、移動したことを意味し、別のものであれば巨大な存在が2体またはそれ以上存在していることを意味しています。このルナジャイアントについては、カメラの不具合や偶然映り込んだ自然物の影が人型に見えたとも言われていますが、いずれにせよ詳細が分かっていないため、人型の何かが月面にいるかもしれないという事実は捨てきれないそうです。そしてその人型の何かというのが、この美少女戦士、つまりこのワシという可能性も捨てきれないということです。月の先住民、アポロ通信記録。2016年 NASA がアポロ計画のデータ記録装置に封印されていた会話の記録を開示しました。これは長い間機密扱いされてきた月の裏側において宇宙飛行士の間で行われた私的な会話です。そしてこの内容が公開された後に人々を驚かせたのは、アポロ11号打ち上げ後80時間20分後に乗組員によって行われた会話です。その内容がこちら。あれはすごいクレーターだ。あの円錐形の物体の中ほど惨めな場所は他にないだろう。あそこにいる人間たち、どうやっても外には出られそうにないな、といった会話が行われており、月面で人間の捕虜を見たのではないかと言われています。またこの他にアポロ14号の打ち上げ84時間後の会話では、とても興味深いな、どんな風に見えるかって、右側がゴツゴツして複雑な構造で、中央にはその頂点がある、真下のあれは写真にするとかなり大きく映る、強いて言えばあれは採掘場だ。これらの会話から、アポロ到達以前から月には先住民、つまり異星人がいたのではないか、またそれらの先住民が人間を捕虜にしているのではないかと言われています。先住民といえばアボリジニ、そしてアボリジニといえば野獣を狩る民族、そして野獣といえばそうわしだ。つまりわしはほぼ月の発光現象。月面では謎の発光現象が観測されています。例えば月の縁やクレーターの中、山脈や海などの一部が天井や面上に明るく輝いたり、ガスや小さな雲のようなものが出現したりしています。これらの現象を月面研究者は、束の間の月の現象と呼び、英語で TLP と呼んでいます。TLP の原因として考えられるのが、隕石の衝突やガスの噴射、太陽の紫外線や UFO などです。またこれらとは別に、月内部の人工構造物の存在が考えられています。そしてその理由となっているのが、 TLP が頻繁に起こるとして知られるアリスタルコスクレーターです。アリスタルコスクレーターは月面で最も明るい場所で、地球からその位置を確認できるほど明るいと言われています。この場所では時折赤く見えたり青く見えたりすることがあり、
月の内部からガスが噴射していると考えられています。またこれらの発光現象の原因についてはクレーター内に何かしらの電源デバイス、噂では核融合炉があるのではないかと言われており、それを裏付けるかのようにアポロ15号がこのクレーター上空を通過した際に通常よりも高い放射性ガスを観測しています。クレーター内部からガスが噴出していることは確実で、内部では核融合炉が今でも活動している可能性があると言われています。研究者の中にはこの TLP こそ月の内部で生命体が活動している証拠だという人もいるそうです。 TLP とはつまり止めたくないリンパの流れ、つまり AV 男優わしじゃサンタクロース。1968年に打ち上げられたアポロ8号は人類史上初めて地球以外の天体の軌道上を周回することに成功しましたが、アポロ18号はもう一つ重要な成果を挙げたと言われています。それが月の裏側の観測です。よく知られているように地球側からは月の裏側を観測することができません。それゆえに月の裏側には月面都市があるなど様々な憶測がされています。そしてそのような内容を裏付けるかのような通信記録が残されているのです。月に到達したアポロ8号は月の衛星軌道上を9度回った後に地球に帰還しました。そしてその帰還間際に乗組員であったジム・ラベルは月にはサンタクロースがいたという言葉を残しています。ちょうどその時地球上ではクリスマスを迎えていたため気の利いたジョークを言ったのではと考えられていましたが、実際にはこのサンタクロースという言葉は NASA の暗号で未確認物体を示すものだったと言われているのです。つまりこの時ラベルは管制室に対し未確認物体があったことを伝えていたのです。これらの内容は公式には語られていないものの、ラベルが月の裏側で何かを見たからこそサンタクロースという言葉を使ったと言われています。サンタクロースといえば年寄り、つまりわし。月面地震。月には多くの震度計が設置されており、月で生じる振動の情報を常に地球へと送り続けています。そのデータによると月はほんのわずかな衝撃でも表面を震わせてしまうほど敏感な天体だとされており、アポロ11号が月面に着陸した際には宇宙飛行士のアームストロングがはしごに登った時の振動さえも月面をわずかに震わせたと言われています。ひとたび衝撃が起きるとその振動は数十分、場合によってでは数時間もの間止むことはなく、中でも驚きなのが12世紀頃に月に衝突したとされる巨大隕石の衝撃は800年以上も経った現在でも月を振動させているというのです。これらの研究から多くの研究者が月はまるで鐘であるという言葉を残しています。月の振動がなぜこれほどまでに長く続くかに関してはいくつか仮説が立てられています。例えば地殻が不均質なために裂け目が多く地震波が散乱しやすいのではないかといったものや、月面が乾燥しているため振動を吸収する物質が少ないのではないかなどがあります。しかしこれらの仮説には確証がないと言われています。また月の地震には外部の衝撃以外にも内部から起きる地震があると言われており、その地震は地球のそれとはかけ離れていると言われています。月の地震に関してはほとんどが浅い地層で起きているものの、中には地下600メートルから900メートルのところで起こっているものもあり、月の半径が1700キロメートルであることを考えるとかなり深いところで地震が発生していると考えられています。こういった理由から地球内部には私たち人間がまだ知らない構造物が存在しているのではないかとも噂されています。もしかするとモグラもいるかもしれません。知らんけど。月の石。アポロ計画で持ち帰られた月の石は現在地球上に 382kg 保管されていると言われています。そしてそのうちのほとんどが NASA の研究施設で地球の大気に汚染されないように保管されています。月の石の調査結果には不可解な点が非常に多く、月面上の同じ場所で採掘された石にもかかわらず生まれた年代が数億年も異なっている場合があるのです。また中には太陽系が誕生したと言われている46億年前の石が見つかっており、これが事実であれば月は太陽系が誕生する以前から宇宙に存在していたということになります。さらに月の石には別の謎もあり、月全体の平均密度と月の石の密度が変わらないという研究結果も出ています。これは月の表面から中心部までの密度差がないということを意味しており、
天体の中心部に核が存在していないということになります。この他にも月の石に関する未解明の謎は多く、月の調査をすればするほど理解不能な謎が増えていくと言われています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て月の謎よりわしの謎の方が深まったという方は高評価とチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくです。終わりー。